こういうコーナーがあるとすっかり忘れていた山口敏太郎の部屋です、はい、僕はすっかりこのコーナーがあることを忘れてたんですか。忘れてたんです。本当に、あれ、なんか最近やってないなって、実はもうね8ヶ月ぐらいやってないんですよ。そんなに飽きましたか。ほったらかしだったんです。パッと思い出して、で私今日の今日まで知らなかったです、こんなコーナーがあるの知らなかった。はい、すいません。やばこれ徹子の部屋、いずれこれ30年ぐらい経ったら、はい、徹子の部屋みたいになるかなと、なるといいですね。勝手に思ってるんです、最近徹子さんの喋りがおぼつかなくなってきて、ちょっとザ・ベスト10以来徹子さんに心配にはなってきてますよね。我々40代はちょっと心配ですよ、やっぱザ・ベスト10のたまりおばさんでしたからね。そうですね、ちょっとね、まあ黒柳徹子の話は置いといてです、はい、置いといて。宇宙人コンテスト、はい、やります。去年ですね、我が社から野中日和が参加して、そうなんです。その後スピリチュアル賞っていうのを取ったんですよ、その後彼女自身はアンドロメダ星雲に飛んでいってしまったんですが、そうなんです、まあ、星に帰っちゃったんですけれど、まあ、奈良に帰ったんですけどね。奈良ですね。奈良という星に。そうですね、それであの2回目ということなんで、はい、今回は、まあ、初夏というか、そうですね、夏夏ぐらいにやろうかと、始まりぐらいに、6月の21ですか。21です。日曜日、日曜日ですね。あの6月の24日が UFO の日ですよね。そうですね、初めて UFO が目撃されたっていう日ですよね、アメリカ、記念すべき、アメリカで、記念すべき日。それがまあ今回水曜日なので、来年、その前の日曜日の6月21日に決めました。福島駅前の、はい、なんという会場ですか。アオーゼという、アオーゼという会場、はい、AOZ と書いて、アオーゼという会場を予定しています。すごいですね、なんかあの、はい、田舎の喫茶店のような名前が、なんか大好きなセンスですね、いいセンスですよね、誰が考えたのかな、タレントって多い恋の人と書いてタレントって書いてる喫茶店とか飲み屋がありますね。多い恋の人、多い恋のタレント、意味が分かんないです。漢字であの当て字するじゃないですか。漢字で当て字する。元ヤンキーは必ず漢字を当てるんですよ。よろしくとかね。そうそうそう。はいはい、あれで、あの多いって漢字に恋と書いて人と書いてタレントと。ああ、分かりました。多い恋に、人。人。恋に恋大きい人。そう。タレント。タレントと呼ばれる。じゃあ私もその意味でタレントかな。あ、一時期新日が東京ドームを戦う、導く、東京だからね、戦う強い導く夢かな、で東京ドームと、いうふうに読ましていて、このセンスはなんて暴走族的なんだろうって、そうですね、一時期プレスファンの間で、あの疑問の声が上がりましたけど、あ、そうなんですか。まあ青瀬の話は置いといてですね。もう置いといてね。6月来年6月21日青瀬で宇宙人コンテスト第2回をやると、はい、そうなんです、もう決まりました。で今いくつか交渉してる有名人、まあこれからオファーを発送するんですけども、まあ、山口敏太郎参加して、あと数名のタレントさんとか、UFO の専門家が参加して、シンポジウムを行うと。そうですね、いいですね、これは面白いですよ、はい、であの、宇宙人コスプレコンテストも今年もやると。やります。で前回はちょっとね、あの UFO 触れ合い館ちょっと遠かったんで、そうなんですよね、ジモティ以外は行けないという感じでしたよね、今回はね、あの他県の方もね、気軽に来れる、福島駅を降りたらすぐですから、これ栃木も山形も宮城も、宮城もみんな来れると、みんな来れます、もちろん東京、大阪からも来てほしい、そうですね、1回目もね東京から来てくれた方も、数人いらっしゃったんですよね、ぜひ来ていただいて、そうですね、で詳細はこれ今後発表されるところですね、はい、順次決まり次第ということで、そうです ね、意外な有名人もちょっと今リストアップ中なんで、今交渉中でございます、それであとあの、まあシンポジウムとコスプレ大会以外で、第3のイベントもちょっと同時にやろうと、そうですね、それも概要を固まりして発表するということですね、宇宙人町おこし、果たして福島が宇宙人移植になるかどうかはちょっと今後の動きにかかってますね、もう私たち の、イベントの力にかかってますかね、そうですね、大きくしたいんですけれども、黒柳徹子の喋り方がちょっと心配ですけどね、心配ですけどね、それは置いといて置いといて、はい、あのまあとりあえず、あのちょっと宇宙人コンテストっていうのはやっぱり町おこしで、宇宙人ここまでやってるところってあんまりないんで、まあいずれ UFO 召喚実験とかね、面白いこともいろいろやってみたいですから、そうなんですよ、みんなで呼んでみたいんですよね、あと
福島とか栃木、山形、宮城県各県の人たちはボランティアスタッフを募集してますんで、はい、手伝ってもいいよ、当日手伝ってもいいよっていう人、うん、あるいはうち商売やってるから喫茶店やってるから貼ってもいいよとかね、そういう人はどんどん僕、あのうちの事務所宛てに連絡ください、うん、はい、ぜひぜひタートルカンパニーにご連絡くださいということでした、はい、あとね実行委員を、実行委員、うん、募ってるんですよ。それもジモティがいいですか。ジモティがいいですし、あとは、まあ、うん、あの地元の方じゃない方でも、うん、あのインターネットとか、うん、あとチラシの配布とか、そ う, ね、そういうのあの他県でもやっていただけるとすごくありがたい、ね、当日のボランティアスタッフ以外でもそうですね、この半年間の間動いてくれる人を、実行委員会、はい、募集します。私実行委員長なんです。じゃあ委員長がもう自らこう仕切って連絡しますの で、はい、私水木のあのところにご連絡いただければ、ね、はい、どうにか軌道に乗っけたいと思いますので皆さんよろしくお願いしま す、ね、よろしくお願いします。シンポジウムでは、ええ、あのビンタロ先生はじめ、うん、UFO の専門家の方々が何人か、あの男が来るんですか、ね、あの男をあの男来るんですか、はい、呼びたいと思ってるんですけど、うん、はい、じゃあ塩巻いておきます。入念に頭に粗塩を練り込んで、そうですか、ちょっとだいぶ、うん、腐ってきてるかもしれないですからね。そうですか、あの、ビンタロウ先生にとっては仲間なんでしょうか、敵なんでしょうか。いや、キタロウにとってのネズミ男みたいな、あ、ネズミ男なるほどね、敵なの味方なのかよくわからない、よくわからないっていうね、よくわからない人です、はい、まあその UFO シンポジウムでいろいろお話をするときに、あの聴衆からこう質問をこう受けたりいろいろお答えいただけるんでしょうかね。ああ、そうですね、そういう、うん、あの実際のところ UFO の本当の真相はどうだっていうのを、うん、知りたい、できればいろんな UFO の映像を見ながら、はい、まあ、UFO 映像のトリックとかね、ええ、を暴露したり、はい、あるいはこれは硬いんだろうという UFO 映像を見たりですね、うんうん、そういうことをやりながらちょっとみんなと一緒にちょっと UFO で盛り上がりたいと。楽しみですね、これは面白いと思いますよ、ね、ぜひ皆さん来ていただければと思いますので、ぜひぜひお越しください、うん、詳細は少しずつそうね、公開していきます、ね、はい、ということで、まあ、僕のブログとか水木のあさんのブログとか見ていただければ分かると思いますので、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。